沖縄僕は行ったことないんですよね。だからこれで体験しましょう。あ、来た。中原、有限会社中原。アイス食ってるわ。そん時こっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。おお。絶対おもれ。じわじわしめちょう。あ、やべ。おい、右入った。来る。はい。逃げるんかい。これが中原、中原組の中原光陽かとの出会いなんだね。おじさん、私たちここから出ていかなきゃいけないの？心配するのはどこの誰だろうと、そんな勝手を真似はさせねえ。流動一家か。こんなもんしょっちゅう送られちゃう迷惑だな。毎日のように知らない連中うろついてるのもいい気分もしねえ。ちょっとこの流動一家に行って話をつけてくる。心配するのは相手はヤクザだと思うが、喧嘩しに行くわけじゃない。気をつけてね。夜には戻るよ。琉球街流動一家へ行きましょう。さあ、沖縄の街に繰り出すぞ。あー、なんかすごいね、沖縄っぽいわ。こんにちは。いやね、流動一家の若い者がやってきて、ここを立ち退けって言うんだ。あ、ここもそうなんだ、お隣さんも。いくら土地の権利書を持ってるかって言ったってね、いきなり出ていけなんてひどい話だよね。私はこの土地に何十年住んでるんだ。今更よそに移れって言われたってそう簡単にできやしないよ。あんたも子供たちを抱えて大変だろうに。なんとかして立ち退かずに住むようならならないか。ちょっと俺が話言ってみますよ。本当かい、頼みますよ。全く流動一家も急にこんなことしだすな。何かあったんかの。沖縄弁じゃないね。移動できるようになりました。移動しますか。行きましょう。沖縄僕は行ったことないんですよね。だからこれで体験しましょう。こんな感じなのかな、沖縄って。流動一家はこの琉球街にあるはずだ。とりあえずさっきの連中が町にいるかもしれない。確か水色の軽トラに乗っていたな。まずは手がかりの車を探すか。おー、やっぱダイビングとかね、あるんですね。沖縄っぽいのよね。ソーキンチュ。ソーキそばですか？うまそう。すごいなぁ。マジムンナイト。チュラガイ専門店。ルリ。いいっすね。沖縄でついつい土産物買いすぎた。こんなに荷物いっぱいじゃ歩き回るのが大変。まだホテルのチェックインまで時間あるし困ったな。あ、そういえばどっかにコインロッカーがあったな。そこに預けてみるか。しかし荷物が重くて歩けない。何の話だ。とりあえず、あっちはいけないからこっちだね。お、何？俺さ、これからキャバクラで遊び行くんだけど、ちょっと金持ち足んないよ。金貸してくれないよ。な。金貸してくんないの？怪我したいの？ん？あ、戦闘？これが戦闘だ。オッケー。弱い。非常に弱い、こいつ。ビヨってんだね。オッケー。戦闘はだいたい分かったぞ。3000入手。三越に着きましたね。あ、沖縄っぽい。あ、来た。中原、有限会社中原。アイス食ってるわ。動く気しねえな。よう、チンピラ。ああ、さっきの。なんだ。アイスもったいねえ。おっさん、お前ら流動一家の若いのじゃねえのか。ああ。だったらどうした。ちゃんと賃貸料払っている仇にいきなりこんなもんちらつかせてどういう了見だ。はっ、仇だと笑わせんな。背中にあんなもんもんしょってる仇がどこにいるってんだ。ほんまそれ。とにかく子供たちが怖がってるんだ。もう二度と顔見せるんじゃねえ。俺らはな、内地からシャシャリ出てきたやつが大嫌いなんだよ。とっとと沖縄から出ていけ。それが立ち退きの理由か。さあな、どうしても知りてえなら直接親父に聞くんだな。ちょっと待て。どこへ行く気だ。流動一家の事務所、お前らの親父とやらに会いに行く。あ、兄貴、今すぐ組に連絡を。あ、わざわざ組に連絡入れるようなことするんじゃねえ。
俺らの仕事はあんたの監視だ。だが好き勝手に事務所に行ってもらうような真似されちゃ困るんだよ。そんなことされたら俺の顔が潰れちまう。じゃあどうすればいい？どうしても生きてえってなら俺を倒してからにしろ。ほう、そんなことでいいのか。なめた口聞いてんじゃねえぞ、おっさん。てめえ、頭に本当に勝てると思ってんのか。頭？そうだ、兄貴は天下の流動一家の若頭、捨て頃のハブこと島袋力也さんだ。捨て頃のハブ、それでもやるって言うのか、おっさん。やめとけ。ああ、お前自分の顔潰したくないんだろう。そんなこと言ってやめようとしてんじゃねえよ、腰抜けのおっさん。沖縄じゃどれだけ有名か知らねえが、そんな脅しが通るほど世の中甘くねえぜ。かっこいい。脱ぐ。持ってろ。飛ばしはしない。モンモンはバブ、目がねえ。どうだ、なかなか立派な蛇だな。違うわボケ、蛇じゃねえよ、ハブ、ハブだハブ。捨て頃のハブっつってんだろ。ハブも蛇も同じだろ。違うわ、ハブは沖縄の魂だ。俺は沖縄の心を背負ってんだよ。相当地元のことを好きなんだな。そうよ、内地のあんたに本物の沖縄もんの強さを教えてやるぜ。頼んだ、見せてみろ。見てよ、てめえは絶対に手出すな。あ、はい。覚悟はいいな。ああ、行くぜ。リキアとやるの？痛いの見せてやるぜ。島袋リキア強いのかな。いつも通りやるしかないな。避けた。ガードばっかしてんじゃんこいつも。いた。ああ、やばい、やばい。よし、 OK。 よし、裏取った、裏取った、いた。ワンパターンやろうめ、まあ、こっちもワンパターンだけどね。くそ、これでやるしかねえ。オッケー、来た、正気来た、正気。これこれしかない。頭突き、あと一撃、オッケー、終わり。まあ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 時間かかったね。捨て頃のハブをやったぞ。どうなってんだこいつ。どうだ、内地の腰抜けのおっさんのパンチは痛かったか。痛そう。約束だ、お前の親父のところに案内してもらおうか。はい、はい、わかりました。敬語になってる。さっ！って感じだね。さあ行くぞ、連れてけ。じゃあ流動一家に案内します。俺についてきてください。行けよ、お前は先に帰って親父に伝えておけ。さあリキア行こう。お前さっきハブは沖縄の魂だと言ってたな。それが何か。お前の背中のハブ、なかなか立派な彫り物だが、どうしてハブの目に色が入ってないんだ。あ、それはですね、実は仕上げの途中で世話になっていた彫り師が亡くなってしまったんです。だからずっとそのまま。そうだったのか。他の彫り師に命令してもらって仕上げようとは思わないのか。それも考えたんですが、でもやっぱり俺は自分が彫り込んだ彫り師の先生にしか自分の背中を任せられない気がして。なるほどな。それにハブって柄はやっぱり沖縄の魂を持った彫り師じゃないと彫れないと思うんです。でもこれを彫ってくれた先生が亡くなった後は、そういう彫り師になかなか会えなくて。
いい掘り師ってのは柄を掘ってるんじゃねえ。その男の未来を見据えて墨を掘り込むんだ。沖縄がどうとかそういうのじゃねえ。本物の掘り師ならきっとお前のハーブだって見事に仕上げてくれるはずだぜ。そんな掘り師がいるんだったら会ってみたいですね。世の中は広い。お前が入れ墨を掘り上げたいと思うならいつか会えるさ。おっと、話が長くなっちまった。さあ、親父のところに行きましょう。行こう。結構足速いじゃん。近いのかな。近そうだね。戦闘はなさそうだ。お、商店街に入ってきました。商店街も本当にこんな感じなんですか。おお、力也、そんなに急いでどうしたんだ。はい、ちょっと逆人が来てんすよ。この兄ちゃんか。えらいいかつい兄ちゃんだな。ちょっと、そっちゃん。ガハハ、何焦ってんだ。兄ちゃん沖縄の人じゃないね。だがこっちへ来て1年になる。おそうか。沖縄はいいところだが、内地に帰りたくなったんじゃねえか。ガハハ。急いでるからもう行くよ。親分に今夜飲み行こうぜって言っといてくれ。わかったよ、伝えとく。すいません、こっちっす。最後。おお、シーサーっぽい感じ。で、右。どこまで行くの？結構遠くない？あ、リキちゃん、ちょっと。なんだよ、おばちゃん。俺急いでんだけど。何言ってんの？いつも暇そうにしてくるくせに。あんたもミキちゃんもちゃんと仕事してんのかい？やめてくれよ、おばちゃん。客人の前でよ。あれ、お客さんかい？へえ、いい男だね。私があと20歳若かったらほっておかないね。おいおい、色気づいてんじゃねえよ、おばちゃん。俺ら忙しいんだからもう行くぜ。ちょっと、リキ。後で、チャンプル作って持ってってあげるよ。いいゴーヤが入ったんだよ。俺は苦いの嫌いなんだけど。って、そんなことどうでもいいよ。もう行くからな。あんたもミキちゃんもちゃんと親分さんの手伝いするんだよ。すいません、おせっかいのおばちゃんね、こっちっす。流動一家ってのは地元の人間と随分交流があるみたいだな。待ってくれい。結構広いな。あ、ミキオ、いた。あ、ここ。あ、これか。ミキオ、親父は。いらっしゃいます。奥で客人に会う準備を。ここが流動一家の事務所です。さあ、どうぞ。着いたぞ、中原。こちらです。もうそんな感じの従いしてんの、すごくない？どうぞ。さあ。ジン。3人しかいないのかな。親父を呼んできます。少しお待ちください。すごい貫禄があるとこだ。沖縄建設更新会って書いてました、カレンダーがね。めっちゃうまい。なんか、おう、待たせたな、客人。おお、オリジナルキャラだね。あんたが桐生さんか。うちの力屋がからかってもらってようだな。あんたに話があってきた。ああ、立ち退きの件だろ。そうだ。どうして俺らが立ち退かなきゃならないのか、訳が知りたい。うん。サキ。おい、サキ。ちょっと、このおじちゃんと話があるんだ。部屋に戻っててもらえるかな。サキは喋れないんかな。今のは俺の娘だ、サキっていう。あんたの娘。まあ娘っつっても血は繋がっちゃいねえ。3年前俺が引き取った。そうだ、そういえば立ち退きの話だったな。あんたに悪いことしたと思ってる。だがあれは仕方ねえ話。訳を聞かせてもらおうか。あんたが住んでるあの土地行ったような、古くからうちの仕組みの島だったところだった。最近じゃ住宅地になっちまって、人捨てに土地をまた貸ししていたんだが、急に買い取りたいって話があってな。
どうもあの一帯丸ごと今度作られるリゾート開発の予定地になっているらしい。リゾート開発。どうも あんたの住んでる地域を一大リゾートにしてその横に米軍の基地を増設するって計画らしい。最近新聞社よく取り沙汰されている話だ。その計画のために土地が必要だと？そうだ。まあ、沖縄に生まれ育った俺としては複雑な思いもあるんだが、ここが発展し沖縄の人間が潤うんだったら仕方ねえ。ここは一つ流動一家の顔を立てておとなしく立ち退きしてもらえないだろうか。あんたがあそこで養護施設やってることは力也から聞いてる。俺も先を引き取ったみたい。あのくらいの年のガキ育てるのが大変なことはよくわかる。だがな、あんたは内地の人間だ。いざとなりあの子たちを連れて別の場所に移ることもできる。もし金が必要だって言うなら少しくらい工面してやれねえこともねえ。どうだ、悪い話じゃねえと思うがな。断るって感じだな。理由は分かった。どうか。それじゃあ。断る。なんだと？あんたの言い分は通っている。だがな。所詮それは極道の勝手な都合ってやつだ。何？俺も昔は極道だった。他人の生活に土足で踏み込んでは何かと理由をつけて、いいようにことを運ばせていた。だがな、そんな俺たちの事情で振り回された子供はどうなるんだ。確かに。俺はな、ここで施設をやっているうちはあいつらをそういう目に遭わせたくねえ。話は終わりだ。帰らせてもらう。おいこら、ちょっと待て。怒った。喧嘩できんの？沖縄で生まれて60年、内地から来たガキに説教されるほど老いぼれちゃいねえ。めっちゃ怒ってるわ。日本刀。あんた本当にそれでいいと思っているのか。今俺をここで殺して子供たちを追い出して、あんたそれで満足なのか。沖縄のことを愛しているなら俺たちを立ち退かせることよりももっと他に考えることがあるんじゃないのか。そうだな。あんたが暴力で向かってくるなら構わない。そん時はこっちも手加減なしにやらせてもらうぜ。おー、一番強い時の気流だからな。さすがに手は出せないでしょ。おお、終わりました。オッケー。第3章、権力襲来、来週か。続いてのニュースです。ニュース番組だ。来年度民事党が衆議院での通過を目指している沖縄米軍基地拡大法案のキーマン田宮隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者鈴木義信国土交通大臣が今日揃って現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵ともいわれる弾道ミサイル防衛システム、通称新 BMD システムの導入を目指す田宮氏。一方、これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏、意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。田宮氏の現地到着に先駆け、空港前には基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ、範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ開発候補地の視察へと向かいました。田宮氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、共に現地でも意見が割れており、法案成立に向け両大臣とも各方面との調整が必要と思われます。確かに BMD の導入は
今の日本にとっては重要なことです。しかし、これ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。それを少しでも軽減するためにも、内需拡大を見据えてリゾートを開発することで、なんとか地域の振興に貢献していきたいと、そう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後、インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に、タミヤ氏は足早に車に乗り込み、現地の視察へと向かいました。突然の両大臣の沖縄訪問に、野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発にタミヤ氏が便乗する形で強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。基地がまた拡大するのは嫌だけど、リゾートで沖縄が潤うんだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって、沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ、結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木、タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。めちゃくちゃリアルだな。続いてのニュースです。すごいリアルなニュース。今のニュース、ここの立ち退きの話なのかな。バイトしてんのかな、キル。どうやって食わしてんだ。おじさん、この前話をつけてくるって出かけたけどどうだったの。きっぱり断ってきたが、その後奴らどう出るかはわからないな。ここを立ち退かないといけなかったら私たちどうなるの。心配するな、俺が絶対そんなことさせない。大丈夫だ、俺を信じろ。うん、わかった。おじさん。あ、そうだおじさん。大したことじゃないと思うんだけど、シロが学校から帰ってきてからなんだか元気ない。シロがどうしたんだろうな。はるか、お前シロにどうしか聞いてみたのか。うん、別にだって。そうか、またちょっと話してみよう。今度はシロか。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。じわ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